177センチほどなんですが、先ほどのデータですと170ということになります。注目のキューバのゴメス、久しぶりの世界チャンピオンということになりますか。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチです。さあ浜さん、はい、この試合ですけども、どこに注目されますか。まあこのキューバのゴメスが相当評判いいんですよね、この評判が本当かどうかお手並み拝見といきたいですね。アンカロス・ゴメス、まあ、キューバの国籍でありますが、前線これまでドイツで戦ってきました。つまり主戦場がドイツであります。アンカロス・ゴメス、アマチュアではすごい成績を小泉さん持ってるんですよね。まあキューバのですね、そのボクシング基礎を持ってですね、そのプロへ転向して、でドイツも今非常にボクシング盛んなんですね、そこで揉まれてますからね、力は高く評価されてるんですね。さあ、まもなくゴングです。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチ、レフェリーはおなじみのリチャード・スティールです。さあ試合が始まりました。いきなり打っていきます。もう見た感じですぐ分かります。長身の方がゴメスです。キューバ人、1階級以上違うような感じしますね。そうですね、まあウエイトでは189パウンド、2分の1ですから、まあ、しっかりとクルーザー級でありますが、ヘビーへ上がってもすぐできそうな、そんな体ですよね。コートを迎えます。やれば、キューバのファンカロス・ゴメス。一方、アルゼンチンのチャンピオンはマルセロ・ドミンゲス。6度目の防衛戦です。ちなみに挑戦者は初の世界挑戦です。だから、初挑戦ですからね。ファンカロス・ゴメスはですね、やはり不安があると思いますね。だからやっぱり、最初から手を出していってますね。ご覧のように大きな体、24歳です、ファンカルロス・ゴメス。かぶせるような、左を持っていきます、左にパスを伸ばしていきます、森をよく打ちます、この辺はアマチュアで鍛えられています、ファンカルロス・ゴメス。距離を置きます、そして白のトランクス、マルセロ・ドミンゲス、28歳、こちらは25戦目というキャリアになります。試合の方はドミンゲスは6ヶ月ぶりの試合です。前回の24試戦目というのは97年8月16日に行われています。これがアキム・タネとの再戦でした。これに勝ちまして5度の防衛に成功です。チャンピオンのドミンゲス、左目切った感じしますね。そうですか。そうですね、チーム投げてますよね。アルゼンチンのチャンピオンドミンゲス、目のすぐ脇をカットしたようです。左を返していきました。逃げ出します。ドミンゲスはウエイトリミットいっぱいの190パウンド、86.1 キロです。この挑戦者は強いですよ。パワフルです。アンカーが少ない。左をトリプルで持っていきました。リーチはあります。そして当然接近戦も OK でしょう。フルパワーです。左を出しました。お客さんが騒ぎます。場所はアルゼンチン、当然チャンピオンの声援が強く飛んでいるわけですが、ちょっと出血が心配です。ミロスライトを出しました。チャンピオン、挑戦者のゴメス、接近戦というチャンピオン入れないですね。こんな感じですね。随分ところが深いですよ。当然これだけの体格差がありますから、チャンピオンは勝って倒そうとしたら中に入らなきゃいけないわけですからね。力差があるんで、届く距離まで掴んでいかないんですよね。その届く距離というのが問題になってきますが、これでゴング第1ラウンド終えました。まあこのラウンド文句ないでしょう。10対9ですね。有効なクレジットは挑戦者ファンカロス・ゴメスの方が上ですね。はい、チャンピオンがマルサロ・ドミンゲス、まあ、タイトルを取りましたのが95年の7月でした。これはワンバが負傷のため防衛戦を行えず、まあ、クーリの WBC の暫定クルーザー級のタイトル戦だったんですけれども、それに勝ちました。で、3度目の防衛戦からは正チャンピオンとして戦っています。というのも小泉さん、ワンバが最なんて言うんでしょう、統一戦ですね、正王者と暫定王者の統一戦、それにも出られなかったんですね。まあ、結局そのままそのタイトル返上って言いますかね、
だからマルセル・ドミンゲスの方が正チャンピオンに昇格したんですね。ワンバが計量失敗しました。その統一戦に挑むことができませんで、ドミンゲス正チャンピオンに昇格、そのまま防衛を重ねています。チャンピオンのドミンゲスもよく体を振って入っていこうとしているんですよね。挑戦者のゴメズの足が速いですね。これだけの大きな体をしていますが、動きが速いですよ。戦いになります。随分と顔が真っ赤に染まってきました。左フォローしてきます。今の左も強いですね。一打一打が非常に重たく感じられます。いや本当に重たいですね。アンカルロス来ます。リチャード・スティールレフリーもかなり大柄なんですけれども、それよりもさらに何センチか 5,6 センチ高いんではないでしょうか。ハンカルロス・グメス、それから判断しますと208センチというのはどう考えてもミステイクのような気がしますね。左を出します。とにかく、大柄であることは間違いありません。およそ190センチそういったところでしょう。ただ6フィート10インチ、2メートル8センチはちょっと数値として眉唾ですね。ボディを打ちました。ボディ打つっていうのはいい作戦ですよ、チャンピオンとしてはね。右を細かく使っています、大柄のコメス。今チャンピオンがサウスポーにスイッチしてるんですね。いろいろできるんですね。できるというよりやって入ろうという気持ちなんですよね。なんとかこのコメスの懐潜り込もうというドミンゲス。おそらくゴメスのサウスポーに対してサウスポースタイルから行くと苦手じゃないかなという予想もあるんじゃないですかね。なるほどね。そういうことです。クルーザー級の1位にランキングされましたゴメス、打ち上げます。22戦全勝 19KO です。負けはありません。チャンピオンではありませんが、いわゆる小泉さんがおっしゃいます、そこをまだ見せていない選手であります。ずいぶん血がひどくなりましたね。これね、これで目にでも入るとそうとやりにくいですよ。待っていました。距離は少し取れる、待っていました。ゴメス左で押し込んできます。パンチありますね。ロディブロー返します。さすがに勝ちのほとんどがノックアウトですね。第2ラウンド終了しています。このラウンドは文句ないでしょう。10対9、挑戦者のゴメスのラウンドですね。革命以前というのは多くの世界チャンピオンを輩出した国であります。キューバから挑戦者はファン・カルロス・ゴメス。あれだけ小さな国でありながらこれだけオリンピックでも活躍しますし、各スポーツにわたって、素晴らしい選手が出ています。ということはその国キューバの身体能力が高いということになりますか。それとその国のスポーツ科学といいますかね、発達してる。そうですね。その中でもゴメス、ここまではチャンピオンではありませんが、この試合の中でひときわ目立った動きを見せています。それからヘビー級にゴンサレスという大きな選手がいましたけれどもね、まだ戦ってはいますが、残念ながらまだチャンピオンにはなっていません。ホセルイス・ゴンサレスも、ただ彼の場合は練習嫌いでですねリリック・ボーに負けたりですね、それでプロとしてはあんまり体勢はしてないですよね。ボディ打ちに行きました。ゴンサレスの方もチャンピオンになるんじゃないかと言われていた選手ではないですけどね、ボールとやって、痛んでしまいましたね。やり出しました。客を表したというか、そしてはかなりのものを期待されていたんですが、勝負に敗れてしまいました。ボディのチャンピオンも勇敢ですね。ボディを打ち始めています。マルセロ・ドミンゲス、徐々にヒットしています。カウンターです。ゴメスのカウンター入っていくところですね。素晴らしい簡単ですね。左を放してきます。身を返しました。地元アルゼンチンのチャンピオンマルフロ・ドミンゲス、 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチです。勇敢なのはいいんですけど、すぐ入るとあのカウンターがですね、左ストレートで飛んでくる、左アッパーで飛んできますからね、いわゆる体を振って相手のですね、
右側の腰につくような感じでサイドへ出てですね、それで自分の左はもう当てると、うん、自分の右を当ててですね、それで左返す、はい、そういうパターンで攻めないとですね、それだけの身長差、リーチ差のハンディキャップありますからね、はい、左打ち上げていきます。とにかく圧倒的なパワー、体格差を感じさせますファンカルロス・ゴメス。浜さん、はい、サウスポーとしてのゴメスはどう見えますか。いや、重量級、クルーザー級でこれだけサウスポーであってサウスポーのテクニックを持っている選手は、誰かいましたかね。ちょっと思い当たらない、そんな感じですか。本当にサウスポーのいいテクニックを持ってますよ。ファンカルロス・ゴメス、これもやっぱりアマチュアで素晴らしい成績を収めただけある、そういったテクニック、ベースを持っているということでしょうか。アマチュア出身というのは、アマチュアの場合はスタイルが重視されますよね。フリーヒットよりもスタイルが綺麗であれば結構ポイント取れますから、そういった面ではスタイルはいいし、そして、見栄えもいいですよね、はい、そのパワーがあるというのを、そのゴメスが言ったともらいました。マウスロドメインです。左、最後左フォローしていきます。打ち殺した感じですけれども、この身長差、感染随分あります。ここでゴングです。第3ラウンドを終えました。いや、このラウンドも挑戦者ですね、ゴメスですね、はい、有効なクリーンヒットっていうのははるかに上ですね。確かにボディ、そのチャンピオン叩きつけてはいるんですけれど、いいカウンター食いましたし ね2階から打ち下ろしてくるようなこの左、先ほどのインチ、フィートをそのまま信用しますと2人の身長差というのは38センチあるわけですが、これはいくらなんでもありません。ですからおそらく190センチあたりだろうというのが妥当な数字だと思います。昔南海ホークスにスタンカっていう長身のピッチャーいたんですけどね、まあ、2階からボール投げ下ろすっていう風な感じ、まあ、それと同じでですね、このゴメスはですね、ストレート打つとですね、上から下へ打ち下ろすような感じになりますね。一方アッパーも持ってきますよね、はいはい、上から打ち下ろして下から打ち上げてですね、両方いけますからね。これは浜さん、はい、それを受ける方、かわす方としてはかなり難しいものありますか。ありますね、大変でしょうね。それで何と言ってもパンチで歩くのが厄介ですね。左ちょっとこの交代します。今なんもパンチがあるからそういった状況になるわけですよね。今の狙いいいですよ、はい、左やっぱあそこでリバー打つんですね。両者のパンチが空を切ります。ボディ打ちました。リバブロー、ドホーリン、ドホーリン、なかなか細かいこともこの大柄なファンカロスやってきます。なかなかところ入っていきません。ちょっと距離があります。出血は止まったようです。入ったところもあるんですけどね。ありました、入ったところでここで打たれてるんですよね。カウンターね、先ほどももらいましたし、打たれてるんですね。なんかチャンピオンのドミンゲスとすれば、入ったら自分のもんだというところではないですね。入っても相手の方がやっぱり感じありますね、はい、ゴメスがワークピースを落としてしまいました。さあ、いやもうタイムと声をかけた瞬間打ち込んできますドミンゲス。後ろまで来てるんですね今。あれは本当はリチャーズスティル、あれ良くないんですよ ね相手側をニュートラルコーナーに行かせておかないといけなかったんですけどね。しかしそのままゴメスは応用にそれを受けて戦いを続行しています。左を返しました。左もう一回、どうしても浜田さん胸があった時にですね、こうまあ相撲でいうガブられるような感じにのしかかられてしまいますからね。それでも体力を消耗しますけど、そうでしょうね。かといってその時に追いかぶされないようにということで、はい、体上げてしまうとストレート食いますからね。あー、なるほどね。だから入った瞬間必ず頭振らんていかんですね。今も右のストレート届きませんでした。完全に腕で止められています。ボディから完全に打ち下ろしていきます。左のダブルですよね。あんな打ち下ろしのダブルなんてそうそう目にかかれないですよね。そうですね。先ほど小泉さんがおっしゃいました、下から突き上げてそして上から打ち下ろすというそんなダブルです。
これも左ショートで打ち下ろしてきます。アルゼンチンのチャンピオンは苦戦を強いられています。お客さんが声援します。湧き上がりましたが、ここでゴングです。第4ラウンド終えましたが、このラウンドは飛んだ。いや、このラウンドもゴメスですね。あ、そうです、挑戦者ですね。ちょっと押されています。チャンピオンアルト・ドミンゲス、今のところチャンピオン手も足も出ないという感じですね。そうですね、まあ、それだけ相手は体格があってスピードがあってパンチがあってでバランスもいいですね。ちょうど、まあ、日本の裏側にあると言われていますこのアルゼンチン、そこのチャンピオンマルトロ・ドミンゲス、ポリスには、ね、あの何時間もかけて何十時間もかけて行かれて試合を見てきたということもありましたけれども、まるっきりやっぱり国民性も違いますし、ボクシングの内容もこう画面で感じる以上に何か違いというものがあるんでしょうね。まあ観客が非常に熱狂的ですね。そうですよね、暑いですよね。そして、まあ、今日は聞こえてきませんけれども、リングアナウンサーも絶叫絶叫でまた絶叫という感じですからね。試合の実況アナウンサーですね。そうですね、熱いものを感じさせます。まあアナウンサーは熱くなりたいでしょうけどこの内容だと熱くなれないですね。ハラハラしてると思いますよ。そうですよね、いやハラ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 でまた絶叫してるんではないでしょうか。しかし本当に地元のドミンゲスチャンピオン苦しい防衛戦6度目当たりません。よく体振ってますけどね、この振って踏み込み際にいいパンチ入れ切れるといいですけどね。マジボおーおっとなんか振ってます。引きましたっていうんでしょうか、うん、ちょっとあの腕で突き放したということをアピールしてるんですね。まあ、それだけ中に入り込むのに神経を注いでいるわけですが、マルセル・ドミンゲス神経質になっています。あれもテクニックなんですね。あのジョー・フレイジャーと戦ったジョージ・フォアマンがですね、なんか両手で相手突き放しましたよね。中入った、ボディ打ちます。それを外から迎え撃ちました、コメス。今も押されてボディ払いに行ったんですけれども、ちょっと浅かったようです。軽く触れただけ、そんな感じのパンチ、チャンピオンのパンチになりました。左、おーっとこれは後退するじゃないか。左やっぱ一度打っといて相手交代させてそこで距離ができると左ストレートでしょ、ちょっと死滅に困っているというようなチャンピオンです。ドミンゲス打ちになります。ボディを打たれました。至近距離でもボディを打たれます。このボディブローだんだん効いてくるはずですよ。そうでしょうね。入ったはいいがその後が続きません。いいボディブラ入りましたよ。あ、そうですか。ちょうどサウスポーの左ラッパーのボディブローというのはいい角度なんですね。これが入ってますね。大苦戦です。チャンピオン引き離しますが、うーんと逃げられました。これだけの身長差でパワーだけではありません、動きも伴っています。そうなんですね。あのちょっとサイドへ出るフットワークもいいですね。まあ、今のところはですね、相手が来てくれるんでそのリング中央で待ってそのカウンター取ってればいいんですけれど、サイドへも動けますね。第5ラウンド終了しました。はい、10対9ゴメスです。ゴメスのラウンドが続いています。県のドミンゲス、今日は、まあ、アルゼンチンの選手を中心にご覧いただいているんですけれども、コッチあるいはバスケス、こういった選手と同じようながっちりとした体型をしていますマルト・ドミンゲス。そしてどの選手もそうなんですが足が細いんですよね。上半身がっちりしていますけども、そうですね、上半身に比べると足がほっそりしてました。そんな感じを受けます。まあ、このドミンゲスはタフですよね。まあ、タフでなければもうこれまでにダウンの一つも奪われてますよね。確かにそうかもしれませんね。そうですね、ボディブロー、顔面に返しました。今なんか本当に左ラッパーからの左フックですね。いいの落ちますね。この挑戦者のゴメスの場合はもともとの
左利きのサウスポーみたいですね。あのボクシングのことですね。なるほど、はい。大体右利きをサウスポー画面にする選手多いんですよね。多いですね。この選手はもともと左利きのサウスポーでしょう。どの辺で判断したらいいんですか。左に決めパンチが結構あるんですね。この右を出していて、それで左をダブったり、これが決めパンチなんですね。なるほど。まあ、その決めパンチを見抜けるかどうかというのが、また皆さんとプロの違いになるかもしれませんけども。さあ、チャンピオンは大苦戦ですよ。本当に苦戦してますよ。苦しい試合になっています。さあ、この中で当たられるか。いやー、そうしますと、ミドルストレート。チャンピオンのミドルストレートです。ああ、入りました。交代しました。ミドルストレート入りました。ごめん、交代、そしてまた右。いやいや、チャンピオン、ちょっと根性ありますね。ちょっと根性ありますよ。ここが大きなチャンスかもしれません。ここで出るべきですね、チャンピオンは。ここまでこういった大きなチャンスはありませんでした。ここで防御打っていて、左一歩顔面に返せるといいですけどね。チャンピオンも苦しいところですが、ゴメスも初めて交代を見せました。ボディブローを打ち返してきます。これで立ち直し、このボディブローを効いてくるわけですからね。立ち直しはかかっています。チャンピオンのドミンゲスとしては、こういうふうに振り回すよりスコーンと左ストレ右ストレート出して左一歩返すパターンがいいですね。左フック、顎の先端をかすような感じで持っていくとですね、膝つきますね。はい、頬骨のあたり、右がヒットしました。しかし、この大柄から想像する通り、なんかタフな、そんな挑戦者、ファンカルロス・コメス。このラウンドチャンスですから、チャンピオン持っていきたいですね。ここで弱らせておきたいですね。チャンピオンもその後、続けることができません。このパターンまで持ってくるまでにチャンピオン相当苦労してますからね。そうなんですよね。5ラウンド使いましたからね、ここまでね。これを1回、間を空けてしまうと、また1からの出直しですから。ここが正念場。中盤の大きな正念場を迎えています。チャンピオンのマルクロス・ミニスを取った。あー、左を入れた。挑戦者、左を入れました。そして、左パー。左パーです。このアッパーでおそらく何人もの対戦相手を倒してきたんでしょう。22戦のうち19の KO 勝ち。もちろん全勝負けはありません。ここでコングです。チャンピオンが初めていいラウンドを作った、そんな感じの6ラウンドだったんですが、小泉さん、採点的にはどうなんですか。このラウンドはもうチャンピオンドミンゲスのラウンドにつけますね。ポイント的にもそうです。あそこでパンチまとめてですね、はい、ちょっと相手ぐらつかせましたね、この辺りですね。その後右ストレート持っていってですね、相手ちょっと苦笑いしましたよ ね、 あれ効いてる証拠なんですよね。しかし追い足が浜田さん、はい、まあ、疲れもあるんでしょう。その後何遍も何遍もできませんでしたね。ゴメスの反撃になってますからね、はい、だからそれ以上追っていくのは大変なことなんですね。まあ、2次攻撃3次攻撃を止められてしまいました。第7ラウンドです。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチ。このラウンドの出だし、チャンピオン打っていこうとしたときに、ひざラッパーのボディブロー、カウンター食いましたね。はい、いや、あのボディ効いてきたんですよ。あ、チャンピオン、ボディ今、ガバッカー、ラウンドの上ですかね。我慢してますよ、今。ラッパーのボディブローがカウンターで入ってますからね。また入りました、また入りました。交代を余裕されています。チャンピオン、あ、ボディ効いてきてるんですね。嬉しい6度目の防衛戦。視界線を一発打ち込むことができますか。ドミンゲス、ここまでは恐れっぱなしです。6ラウンドに、まあ、ポイントは取り返したものの、その後7ラウンド目インターバルを経て復活してきました、ファン・カルロス・コメス。ゆっくりと呼吸を図るような感じのコメス。キューバ出身のドイツで揉まれました、この挑戦者ファン・カルロス・ゴメス。全部の試合をとにかくドイツでこなしています。そして初めてこれが国外、まあ、地元がキューバですので国外と言っていいかどうか問題ありますけども、ドイツを主戦場にしていたプロのこのゴメスとしましては、初めてのドイツ以外の試合になります。全く浜田さん、敵地ではありますが、そんなこと関係ないような感じですね。いい度胸してるんでしょう。まあ、もともとその主戦場を他国に置いてるわけですから、そういった土壌はね、もう気持ちは出来上がってるんでしょう。
そういった面で海外の選手というのは自分の国以外でやるときも力結構出すんですね。はい、そうですね。この辺はガードをかけながら上半身だけでかわしを見せています。マルセロ・ドミンゲス、チャンピオン。浜さん、大丈夫ですか、これは。強気で生きてることは生きてるんですけど、流れ的な挑戦者、ゴメスですね。何かこう、ペースをこれも変えたいという、そんな一心からなんでしょうね。その気持ちから来てるんですけどね。スイッチしたり、あるいはこういったノーワード戦法を取りましたり、いろいろペースを変えようという策は施しているんですが、いろんなことをやってるんですけどね。打ち込まれてますね。入ってくるところ、あの右のアッパーを狙っていたんでしょうか。単発で終わっています。入ってくるんですが、そこをカウンターで取りたいんですけれども、寄り切られてしまいます。右起こされました。右で起こされてしまいました。いきなりの右、いい狙いのカウンターですけどね。ノーガードで引き寄せてカウンターを取ろうという、そんな戦法に変わりました。ゴメス、してドミンゲス、それを追いかけるゴメスです。まあ、挑戦者の方はコンビネーションで打ってますよね、はい、チャンピオン初戦、ああいうカウンター狙いの単発ですよね。で10対9、あの挑戦者はゴメスのラウンドです。6ラウンド目はチャンピオンが取ったんですが、7ラウンド目取り返しました。ゴメス、やっぱりゴメスはドイツで戦っているだけありまして、これドイツ語で普段生活のコーナーではそのドイツ語で指示受けてますね。そうでしたね。まあ、その国に入ったらその国の言葉に従えというね、よくスポーツの場合は特にそう言われます。やっぱり、まあ、ドイツで試合しているということは、ドイツ語も話せるでしょう。そうですよね、やっぱりね。さあ、第8ラウンドに入ります。プロデビューは95年、そこからもうすでに、ドイツですから、もう随分年数は経っているわけです。飛び込んでの左、下から突き上げます。今度は右ボディボール。この長身、身長差もあるわけですけれども、下から上から打ち下ろして、あるいは打ち上げ、自由自在のファンカロス・ゴメス。ちょっと、打ち下ろし。また下から見上げたこのカメラの映像が打ち下ろしてくるのにかなり迫力を感じさせます。ボディボール、ボディボール、チャンピオンのボディボールです。上に返す挑戦者、右、引き返したところ、ちょっと離れました。あ、距離を置くか。そこに打ち込んでいきます。さあ挑戦者、チャンピオンも、はい、チャンピオン、勝負かけてるんですけどね。一つの、投稿されました。顎、今のパンチ効きましたよ。金にもらいました。追いかけ左から右、ある程度もう打たれるのはしょうがないという感じで、かなり積極的に突きに行っているんですけども、どうしても打ち返されてしまいます。離れざるを得ません。チャンピオンのマルセロ・ドミンゲス、本当に打たれるはしょうがない気持ちでやっているんですけど、これだけ強烈なものを食うと、いくら倒しでもやっぱりストップしますよ。パンチが流れ始めました。ドミンゲス、かなり入ってくるところ合わせましたが、ちょっとこの大きな壁を倒すまでにはいた、そんな至らないようなパンチになってしまいます。ちょっと威力が、浜さん、チャンピオンなくなってきますか。どうでしょう、打ち疲れ、打たれ疲れですね。両方あるんですかね、はい。まあ、それもありますけど、挑戦者も疲れてきましたよ、はい、挑戦者のパンチもぐっと何発か流れるような感じのパンチが見え始めました。まあ、これだけ打ち合えば疲れることは疲れますけどね。そうですね、確かにそうですね。しかもこの重量級です。クルーザー、 WBC の世界クルーザー級タイトルマッチ、スタートはチャンピオンは暫定チャンピオンだったんですが、現在は正チャンピオン、それを防衛を回数重ねているということは、それだけの力があったわけですが、ここまではその力を発揮できずに来ています。まあ、それでも懸命の反撃です。押していきます、押していきます。これはもう打ち合いなんですが、挑戦者のパンチ、花さん、当たる数が多いようですね。チャンピオンは限界ギリギリまで来てるわけですね、そこからもう一つ手を出すというのがちょっと難しい状態でいるわけですよね。白のトランクス、地元アルゼンチンのチャンピオン、マルセロ・ドミンゲス、みんな乗り出しています。現在はポッチよりも、そしてバスケスよりも、このドミンゲスがチャンピオンとして君臨しているわけですが、もちろんクラスは違います。しかし一心にアルゼンチンの国民の期待をしています。第8ラウンド終了しました。
まあこのラウンドもチャンピオンも抵抗を見せましたけどね、有効なクリーンヒットを見るとですね、やはり挑戦者ゴメスですね。まあまだ勝敗分かりませんけど、こういうすごいのが出てくるんですね。何べんもスタートの時から言ってるんですが、浜田さん、2クラスぐらい違うんじゃないかという。そうですね、あの自分の体の持ち味を最大限に活かしてますね。まだまだ大きくなりそうなそんな体なんですが、まあ、これ以上大きくなってしまいますとヘビー級に行かざるを得ないんですが、まあ、86.2 キロまでがクルーザー級ですよね、はい、ただクルーザー級としてはこのドミニエスはちょっと上背がないですよね。かもしれません、はい、まあ、上半身がっちりしてちょっとタンクみたいな体してますね。だからその分タフですけどね、まあ、その分やっぱりゴメスの前どうしても大きく見えてしまいますからね、相対的なもので。そんな極端に大きな選手ではないんですが、ファンカルロス・ゴメス、この力強さがまたそれを感じさせているんでしょう。押していきます。このタンクのような体格をしましたマルセル・ドミンゲス。いやドミンゲスはタフですよ、まあ、アルゼンチン人の特徴の一つもあります。この骨太の体、マルセル・ドミンゲス打ち込んでいきます。あ、右、今うまく戦ってますよ、チャンピオンは、ね、チャンピオンが、はい、向こう側白のトランクス、クラウチングスタイル、ちょっと前かがみのスタイルで入っていってですね、ボディ叩いては上ですね、上下打ち分けてますね。右から蹴りを返しました。おーおーおー、右顔面にヒット、あーっと、しかしその後連打をもらいます。ガードは奈良木になってしまいました。そこへ打ち込んでいきます、ゴメス。また右腰で上げました。まあ、おーおー、交代しました。よく入ってますよ、ゴメス交代します。よく打ち込んでいってますよ。いやー、そうですね、あー、ゴメスも疲れました、ゴメスも疲れました、ゴメスを抑え込みます。首を首相撲のように抱え込みました。ゴメスも疲れてますよ。左フォー、左フォーをします。左打ち下ろし、これだけ、おっと、左チャンピオンの左が入りました。ゴメスが上から打ち下ろし、下から打ち上げるのがチャンピオンです。すごい打ち合いになりました。第9ラウンド、残ってる力を振り絞るようなこのラウンドにかけてるようなドミンゲス。さすがにゴメスもちょっと交代を強いられます。おお、とつかん、上からの打ち下ろし、さすがですね。これはこらえました。ドミンゲスもタフです。これまでチャンピオンが良かったんですけど、あの2発でもうあの2発のダメージで本当に盛り返しましたね。交代します、交代します。チャンスですね、ノックアウトチャンスですね。ガードが下がりまして、危ない危ない危ない。チャンピオン非常にもう崖っぷちです。徳田原に足をかけたような状態になっています。第9ラウンドあと20秒あります。と言って今の状態でも打っていかないと勝てないんですよ。よく頑張ってるのは伝わってきますね。そうですね、ボディから顔面に打ち上げてきました。挑戦者のゴメスも、これはちゃんと負けたなといったそんな感じで表情を作っていましたけれども、今ゴングが鳴りました。第9ラウンドを終えています。まあ、このラウンドも挑戦者ですね。はい、あれだけの打ち合いを見せました両選手、本当に疲れているのは両選手に感じられますが、力を絞りました両選手の打ち合い、第9ラウンドに見せています。驚異的なのは結構この挑戦者が打たれ強いことですね。最初の2分まではですね、チャンピオン結構いいパンチ当ててたんですね。でゴメスの方がぐらついたシーンもありましたよね。最後はあのロープギア持っていって2発強い右を、あの左を打ち下ろしましたね。あれ以降本当にノックアウトチャンス迎えましたよね。第10ラウンドに入りました WBC 世界クルーザー級タイトルマッチ。おお、攻め込んできます、コーナーです。1回突き放します。これゴーサイン出ましたかね。さあもうあと3ラウンドだ、倒せというゴーサインが出たような挑戦者ゴメスサイド。チャンピオンのドミンゲスは休み暇じゃないんですね。本当にそうですね。これタフなドミンゲスがなかったらここまでおそらく持っていないでしょう。さすがチャンピオンです。この挑戦者スタミナもありますね。そうですね、これだけ力込めてこれだけ手数出してもう10ラウンドですもんね。両者にタフネス、そしてスタミナ、そういったものを感じます。ドミンゲス手を出していきます。ドミンゲス、ゴメス、果たしてこの初の世界挑戦で
王座奪取になりますか、あるいはドミンゲス防衛になりますか。ポイント的にはかなりチャンピオンが厳しいところになっています。パンチが届きません。チャンピオン、あー、随分疲れました。チャンピオン左出てくるところ、左当てました。挑戦者のゴメスも相当疲れてますよ。ボジブロ両者の一発のパンチ、そういったものはこの後どうでしょう。北根木朗斗クルーザー級のパンチです。固めて倒しに行くか。さあまたチャンピオンがロープを添えました。いや返して出てきます。ロープ際から中央に押し返してきました。左カウンターかわします。消耗戦、体力の使い合い、パンチの打ち合い、激しい試合になってきています。第10ラウンドも残り40秒。チャンピオンもうまいんですよね。いいパンチ食らった後ですね、その同じ箇所に2発パンチ打たせないですよね。ラリー実際ああして打球をウィービングしますから、その挑戦者の方もですね、その後続が決めにくいですよね。あ、そうでしょうね。残り20秒切っています。山田さん、はい、パンチはよく出してるんですが、ちょっと正確さに欠き始めました。まあ今のところやっとカットの状態があるんですね。なんとも言いませんか。おー、右にアッパー使います。だからあのさっきから休めない状態っていうのは、離れるとどんどん打たれるわけですよね。かといって中に入ったらそこで打たなきゃ打たれるんですよ。はは、疲れる。だから休む時間がないんですね。第10ラウンドです。だから入るまでに一苦労してですね、それで入ったらすぐ打たないといけない、次の苦労しないといけないんですけど、そこでちょっと一安心してしまうんですよね。で逆に入ったところで逆にゴメスの方のパンチ食ってるんですよね。ポイントは10対9、ゴメスですね。はい、チャンピオンのドミンゲスもタフネスです。アルゼンチンの選手、その例に漏れませんで、かなりの試合数、その頻繁に行っています。デシマプリミエルラウンドって、まあ、11ラウンドですよね、はい、あと2ラウンドということになります。浜田さん、残り2ラウンドの、はい、見どころ、どの辺にポイントを置いてみたいですか。攻めてきます。これは倒した。あ、倒した。2ラウンド、この状態でチャンピオン持ちこたえるのも相当厳しい状態だと思いますよ。あ、チャンピオンコーナー、ロープを添えます。ロープはドープ、そんなような感じになります。あ、出てきますね。そういった作戦は、あ、取りません、取りません。まあ、ここからロープに持たれてもしょうがないですからね。出てきます。これも やって通じない、あれも通じないという状態でいるんですね。あ、なるほど、いろんなことを試しているわけですね。もうやり尽くしたところなんですね、今。なるほど。腕で巻き込むことさえもできません。体、身長、それからリーチ、筋肉のつき方でも何を取りましてもファン・カルロスが上回っているようです。しかしガッツリとした面だけを取りますとチャンピオンのドミンゲス、しかしそれも抑えっぱなしです。なれます。一発打ち込むことができますか。ドミンゲス当たりません。この挑戦者のゴメスにですね、そのミニルックもう少し正確になってる、当てるそのパンチがあればですね、ノックアウトしてますね。おーと、右の打ち方がちょっと甘いですよ。ちょっとネックを撫でというか、あのオープン気味に当たるときもまだあります。それから左アッ、あの右のアッパーですね、はい、前に出てる右アッパーを打つときもいいパンチ打つときもあるんですけれど、総じてナックルの当たりが甘いですね。ちょっとローブローの注意があったようです。スペシャルな打ち方をします。またおー、右なんだ、なんだ、右になりました。右カウンターです。そして左のフォローしてきました。さあ、あと
ガードが非常に甘い状態になっています。チャンピオン、チャンピオン危ない。いやー、やっぱチャンピオンの意地だったな。チャンピオン倒れません。チャンピオン倒れない。しかしゴメスは打ち続けます。ゴメス大きなチャンス。さあ倒してもらうか、倒してもらうか。倒れません。なんというたくさんなんでしょうか。おそらくチャンピオンドミンゲスの身内はこういったのは見れないでしょうね。そうね、ものすごい。またマウスピースが飛び出したようです。いや、ああ息を吹き返してきました。チャンピオンちょっとマウスピースが合わないんじゃないですかね。かもしれませんね。自分のチャンスだったんですけど、自分のマウスピースが飛び出してしまいました。もしくはやっぱりあの疲れてるんで口を開いてるわけですよね。ああ、ゴングゴングゴングです。これは両者まあ分かりました。11ラウンド壮絶な打ち合いがありました。まあポイント的には文句ないでしょう。強制者ゴメスのラウンドですね。はい、いや、しかしそれにしますと浜田さん、よくチャンピオン倒れませんでしたね。いやー、これはチャンピオンとしても意地でしょうね。それでお客さんがみんな俺を応援してると倒れてなるかという気持ちでしょうね。挑戦者のゴメスも強打にしてるでしょうね、おそらくね。いやー、なんで倒れないんだと。これだけ手応えあるパンチを入れて倒れなかったっていうのはいないんじゃないですかね。これまでほとんど、まあ、打ち倒しで、勝利を収めてきました。22戦全勝 19KO のゴメスのパンチを受けましてもチャンピオン立ち続けてました。あの WBC のインターナショナルのタイトルを取ってですね、これまでに5回防衛してるんですね。タイトル取った試合、それから5度の防衛、すべてノックアウト TKO で決めてますもんね。さあラストラウンドです。 WBC 世界クルーザー級のタイトルマッチ、また復活してきました。チャンピオン打ち込んでいきます。しかし上から打ち下ろされます。今度ボディ上から下からアンカロス・ゴメス、体が流れます。チャンピオンドミンゲス向かってこいというカウンターを取りたいドミンゲス。声援が湧き上がっています。アルゼンチンで行われていますこのタイトルマッチ。チャンピオンへの声援が続いているわけですが、ここまではポイントの上では圧倒的にチャンピオンが不利であります。6度目の防衛戦、嬉しい試合展開です。もう不利も不利、取ったラウンドが1つか2つあるかないかですね。もうペース自身はずっとそのゴメスですね。途中いい反撃のラウンドあったんですけど、そのラウンド逆に盛り返されていいパンチ食ってますよね、はい、入っていきます。まあチャンピオンのドミンゲスも最後まで試合を諦めない、投げないというのはさすがにチャンピオンですね。チャンピオンスピリット、あるいはアルゼンチン魂なんでしょうか。今の姿なんかは一発当てて、はい、ノックアウトしたいという気持ちですね。立ち上がって声援を送っています。この声援が届いているでしょう。疲れています。両者疲れていますが、ドミンゲスの方が疲労が強いか。また出ましたか。あ、ローブロー、いや違います。マウスピースがまた落ちたんでですね、これマウスピースをですね声に出すとその反則なんですよね、はい、ところがマウスピースがですねこういう風にその出ることが度重なると減点取られるんですよね。あ、今頭をポーッと叩かれました。セコンド、まあここまで、マイナスここで1ポイントになりますが、ポイント的には大差はないでしょう。いや、 WBC ルールではマウスピースが落ちるたびにストップできるわけですよ、はいはい、そしたら自分ピンチだったらマウスピースボン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 落としていけばいいんですよね。確かにそうですね。それはフェアじゃないんで、それでこういうことで減点取られたんですね。さあここまで来ました。もうドミンゲス打ち倒すしか方法は残っていません。勝つ方法は残っていません。もうカウンター気味のビッグパンチ狙うしかしょうがないですね。ふらっと入り込んでいってカウンターを取れるか。相手が出てくるところ取りたいところですが、逆にゴメス持ち込みます。あと25秒、大きなパンチ狙ってますよね。あと20秒です。最後に大きなプレッシャー、離れます。ドミンゲス、あーっと左です。顔は一瞬横を見せました。まもなく試合終了。ラストラウンドでもこれだけ連打が出せて、これだけその
強いパンチ出せるっていうのはですね、やはり体のしなえがあるんですね、柔軟性があるんですね。ゴングで試合終了です。ゴングとほぼ同時に両手を広げました。挑戦者ファンカルロス・ゴメス、ラストラウンドもゴメスですね。はい、こちらはやはり負けを誘ったか、チャンピオンのマルセロ・ドミンゲス。私は118対109ですね、大差がつきましたけど、ポイントは6ラウンド目、そしてラストラウンド限定1、はい、それ以外は全部挑戦者ですね。ここまで挑戦者のゴメスは7連続ノックアウト勝利中だったんですが、この試合ノックアウトはなりませんでした。しかしほぼ、まあ、勝利は間違いないところでしょう。いや、しかし浜田さん、はい、両者のなんて言うんでしょう、体力というのが随分感じ取れるようなね。まあやっぱり 試合ですね、試合の大きさが分かりますよね。普通だったらもう倒れてるパンチでも倒れないですね。おそらくジャッジも大差がついてるんではないでしょうか。バージョンオナニメ3対0です。Del señor Ángel Guzmán, 116 a 112. 116対112. Tarjeta del señor Terry Smith, 116 a 112. 116, 112, 同じですね。Tarjeta del señor Chuck Giampa, 115a 113. 115対113、 ganador por puntos, 3対0ですね。 y nuevo campeón del mundo de Cuba, Juan Carlos Guzmán. 新チャンピオンです。キューバのチャンピオン、ファン・カルロス・ゴメス、判定勝ちを収めました。3対0。 115、113はないと思いますけどね。まあ限定入れてもこれその2ポイント差かよっていう感じがしますよね。Muchas gracias, Norberto, y aquí está el abrazo. Y bueno, un